皆さんお元気ですか？菅野直樹です。今日も出前牧師かんちゃんのかんチャンネルにようこそお越しくださいました。10月15日木曜日、今日はどうしたら自分を好きになれるかっていうお話をします。ある人から相談を受けました。先生、結婚したいんですけれど相手が見つからないんです。まあこの女性がですね、やってきて相談する、まあよく見てみるとね、素敵な方なんですよね。でも具体的に話が進んでいく、まあモテるわけです、一見。でも話が進んでいくと最後噂になってしまう。誰ですかっていうんでね、あなた自分のこと好きですかねってこう聞いてみました。いやいやいや先生、とんでもありません、私はもう自分が嫌いで嫌いでしょうがないんですって言うんですね。とっさに私こう言っちゃったんですね。自分でも好きになれない自分をね、好きになってください、結婚してください、まあそれは土台失礼なことじゃないですかってこう言うと、妙に納得して、先生そうですねってこう言われてしまったんですね。なるほど。まあ通常ですね、心理カウンセラーは自分のこと好きになるように努力してくださいってこういうふうに、お話しするものです。でも自分のことを好きになれない原因があるんですよ。でその原因をね、そのすっ飛ばしてね、好きになろうなんていうのはね、それはね根本的な解決じゃありません。好きになれない原因は神から離れてるからです。自分から離れたものを好きになれない、例えば自分の口に入っていたそのキャンディーをね、一回置いて、そしてまたそのキャンディーをもう一回舐める。いや、大体ね、ちょっとね、嫌だな、抵抗、ちょっと洗ってからじゃないとね、汚いな、抵抗があるだ。自分を作られた神から離れた人もね、自分を好きになれないっていうのはそれと同じ原因です。汚い。無理に自分を好きになろうとしなくていいですよって。好きになれないその原因を探り、それを解決したらいい。ヨブ22章21節、あなたは神と和らいで平安を得るがよい、そうすれば幸福があなたに来るでしょうって。相談に来られたその女性はイエス様を信じて神と和解しました。その後浮き沈みもあったんですけど、素敵な男性と出会い結婚をし、まあ、今は2児の母親、幸せな家庭を築いています。今日あなたはどうですか？あなたは自分のこと好きでしょうか？あなたを作り、あなたを愛しておられるその神との和解こそ自分を好きになる近道です。今日あなたはどんな状態でしょうか？神との関係が鍵です。あなたは愛されています。君は愛されるため、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている、ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしたいと思います。それではごきげんよう。さようなら。